殿、光領は抑えました。あとは関羽を撃つのみです。さあお命じください。軍神を討ち取れと。北は魏軍が抑えています。関羽は西に退路を取るでしょう。へえ、逃がすかよ。どこまでも追いかけて討ち取ってやるぜ。けど敵さんも必死だ。ここからはお互い生きるか死ぬかの戦いだろうね。それでも最後に立っているのは俺たちだ。負けるなんてことは許されないからな。敵は全て斬る。私たちで支えましょう、孫権様を。そして孫権様のお志を。私は確信している。孫吾の勇士たちならば必ずや軍神に勝てると。みんな死ぬなよ。この戦に勝ち、共に明日へと進むのだ。はっ、行くぞ。殿のため、孫吾のため、今こそ軍神関羽を討つ。平州奪還は孫吾の悲願。必ずや関羽を討ち取るのだ。指物関羽ももはや後がない。李方はこれを見てどう思っているか。奴は蜀から寝返ったに心中複雑であろう。蜀に戻ろうなどと考えねばよいが。処罰する。はい。ああ、関羽殿、俺のせいであんなことに。まさか関羽殿が追われる姿を見ようとは。関羽殿はきっとこのまま負ける。もし俺が蜀を裏切っていなければ。いや、こうなることは分かっていた。これが俺の選んだ道なのだ。黙って話を聞いてくれたこと感謝する。これからも呉のために精進しよう。調子いいんじゃないの？よくやった。お前の治癒、日々磨かれているな。関羽に援軍など送らせぬ。この席を占拠するぞ。敵に狙われているか。なんとか持ちこたえて援軍を送らねば。今こそ敵の要所を叩くのだ。どうよ。さあ参ろうぞ。何者にも抜かせはせぬぞ。援護ができぬまま終わると。カウダはどうかご分を。敵将討ち取ったよ。おお、素晴らしいご活躍。守り抜けなかったか。カウダ申し訳ありません。どうよ。大出来だね。さあ帰るとしますか。申し上げます。武漢の制圧に成功いたしました。
ちはここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。でもごめんなさい、あなたたちはここで撃たせてもらうわ。援軍として参りました。これより関作様に加勢いたします。援軍を呼んでいたら止まって。狙いはあの地だ。ビレ行こう。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だ。父上のお役に立てなかった。なんと未熟なのだ。自信ないけど、とりあえず出発。敵を止められなかった。みんなの力になれなくてごめんなさい。上出来だね。さあ、帰るとしますか。鮮やかなお手並みですね。お見事です。ここを通ってくれ。断じて敵に抑えられるわけにはいかん。どうだ。お道が閉ざされてしまった。カウ殿、どうかご無事で。敵将、撃ち取ったよ。上出来だね。さあ帰るとしますか。残しといてくださいよ。
ここで防御態勢を取るのだ。敵地攻略に向かいます。皆、私に続いてください。少し切れ、どうせやつに向かおう。そうはさせませんよ。ここであなたを撃たせてもらいます。もはや逃げるしかない。どうかご無事で。合流を阻むことができましたか。カウンとの対決も少しは楽になるでしょう。南朝から援軍として参りました。これより関東様に加勢いたします。お見事です。私も見習わなければ。すごい、あなたこそ真の三国無双です。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。親分がお前らに負けるわけがねえ。この幕上だって絶対渡さねえぞ。すごい、あなたこそ真の三国無双です。親分がお前らに負けるわけがねえ。この幕上だって絶対渡さねえぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。無情か、俺がダメばっかり。どうしまさ、攻撃だね。帰るとしますか。よくやった。お前の治癒日々磨かれているな。伸びてくれればこれより先へは断じて進ませぬ。討伐を進む。お前は何の魔論だ。全身の小株解き止めよ。Hey!
上出来だね。さあ、帰るとしますか。見事だ。誰にも阻ませぬ。どうよ。
ご苦労だった。おかげで慶州を奪還することができた。周囲をはじめ多くの者につながれてきた悲願、ようやく叶えられたのだ。これで天界の足がかりができた。周囲たちも喜んでくれるだろう。リクソン、よくリョムを支えてくれた。恐縮です殿。しかし劉備は必ず報復の軍を向けてくるでしょう。今回義と結んだ盟もいつまで維持できるか見通しはつきません。慶州は得たものの、孫悟にとって難しい状況は続くでしょう。ああ、だが覚悟はできている。戦いの果てに必ず孫悟の天下をつかむのだ。ところで呂蒙はどうしたの？少し体調が優れないとのことです。大事をとって休まれると。そうか、養生するよう伝えてくれ。
あまりに多くのものを失った。これ以上の死は見たくないな。孫権様。急報！急報です！長安より報告。魏王、速挙とのこと。曹操が死にました。なんだ、おっさんじゃねえか。どこ行ってたんだよ。今回の勝利の立役者だろ。戦勝の祝宴に顔を出さないでいいのか。関羽を倒し慶州を取り戻した。これで天下への足場ってやつができたでしょう。ああ、ここまで長い道のりだった。周遊殿がいればさぞ喜んだであろう。それに露宿殿も。おい、おっさん。両毛殿、まさか。ああ、そうだ。どうやら俺も病で倒れる運命らしい。今回の戦が俺の最後の務めだったのだ。感謝しているぞ、関連、両党。お前たちがいたからこそここまで来られたのだ。何言ってんですか。俺たちこそ両毛殿がいたから。両党、お前は治癒に優れ目端が利く。だが他人を頼ることを知らん。時には仲間を信じて頼れ。亡き両曹殿のように。両毛殿。関連、お前は腕が立つ。だが周りに理解されんこともあるだろう。時には巨神で仲間と語り合え。そうすれば皆もお前の進化を知るはずだ。やめろよ、おっさん。遺言みたいなこと言ってんじゃねえぜ。いいな、お前たち似た者同士、互いに支え合え。それと一つ言っておく。俺はおっさんではない。両党と関寧は呂蒙指揮のもと軍神関羽を討つ。だが呉の手中である呂蒙は病に倒れてしまう。残された両党と関寧は力を合わせて孫悟を支え続けた。やがて医療の戦いが勃発。劉備率いる蜀の大軍が孫悟の領地になだれ込んでくる。関寧は蜀軍の勢いに飲まれ危機に陥った。両党はぼやきつつも駆け出した。戦友を救うために。そんなにあいつが怖いのかい。まともに勝負できないってなら俺が相手してやってもいいんだよ。やれやれ。あんた突っ走って孤立なんていい身分じゃないか。こういう時はおめえの出番だろうよ。さっきだって妙なのを追っ払ってただろ。見てたのかよ。ありがとう。